どうも皆さん、大空岡山と申します。バディミッションボンド実況プレイ、今日も続きやっていきましょう。ということで、前回まででミッションゼロ、そしてミッションワンとクリアしてきましたので、今回はミッションツー、暗闇に椅子、始めていこうかなと思います。さあ、部屋に一人残されたルーク、どうなるのか。なんか失意の目をしてるね。お、え、捕まってね、めっちゃ捕まってね。え、こっちが部屋。はい、今日も豚を一匹豚小屋へっと。ちょっと待ってくれ、頭が混乱してるぞ。モーテルで扉を蹴破られた後、警官たちに取り押さえられて、目隠しされて、何を言っても返事がなくて、で、あの、すみません、ここどこでしょうか。おお、こりゃまたお爪が弱いのが来たね。そんなの見りゃわかるだろう。見りゃわかるだろうって言われて、本当に見るんかい。いや、そんな調べなくてもわかるよ。ここはどこか推測しよう。バカにしてんのか。まあ、まず鍵、頑丈な鍵がかけられていて出られそうにない。これ鉄格子だよな。うん、ところどころにある茶色いシミが不気味だ。まあ、完全に錆びてるよね。かなり古そうではある。あとはどこを調べろ。はははHEL、 L がいいこと言わない。暗くて見えにくいけど、石造りの壁に何か文字のような赤黒いシミがある。うん、なんだろうこれ。 HEL。さて、あ、引っかいた跡。あれ、デッドバイデイライト。何か硬いもので引っかいたのか。デッドバイデイライトかなっつってね。これあれですね、あの、日本でいう正の字みたいな数の数え方ですね。まるでここに閉じ込められた人が何日経ったか数えるために残した跡のような。っていうか、そうだよ、あのルルーシュがあの学園の生徒にやらせてたやつだよ。さて、あとは、あ、クモの巣とか。あ、クモの巣ね。大きなクモの巣が張っている。あまり衛生状態は良くなさそうだ。かっこいい。ここがどこか見当がつきそうだぞ。言うまでもないだろう。さあ、まあこれでサーチ完了でいいでしょう。間違いない、ここは。さあ、ヒーローチョイス。なんてヒーロー臭くないチョイスなんだ。刑務所だ、動物園だ、警察署だ。動物園かな、うっきい刑務所ですね。ここ刑務所ですか。ピンポン、大正解。やった、ヒーローの証ゲットだぜ。刑務所の悪魔、いやらしい監修。最悪な展開だ。名前すら設けられてない。かわいそうに、いやらしい監修、イヤちゃんと呼ぼう。ジェイソン警部を呼んでください。誤解なんだ、僕は無実です。ああ、無実のやつがなんでここにいるんだ。それは僕が聞きたい。そうだ、弁護士を。この国では誰でも弁護士を呼ぶ権利。権利、豚に権利なんてねえんだよ。豚は豚らしく、餌の時間までおとなしくしてな。行っちゃった。こんなバカな。大丈夫か、若いの。老人。あ、なんだ。あ、そうか、刑務所だから同室の方か。こんにちは。この牢屋、僕の他にも人がいたのか。焦りすぎてて見えてなかったか。同室のよしみで言うがね、看守には歯向かわんことだ。ここじゃ生きのいいものからダメになる。あなたはどうして捕まっちゃったの。こんな劣悪な場所になぜ入ってきた。一体何をしたんだ。
僕は何をして刑務所に入った？女性を誘拐した、上司を殴った、恥じるようなことはしてない。まあ、上司殴ったな、間接的だけど一応殴ったのに加担してるな。まあ、でも恥じるようなことはしてない。何もしていません。正義に戻るようなことは何も。そうだ、そもそも取り調べも裁判もなしに投獄なんてありえないことだ。そうだそうだ、やっぱり国家警察の背後には闇があるのか。どんどんきな臭くなってく。不当に投獄されたか。確かに罪人には似合わぬ目だ。健やかな音で満ちておる。やら、あなたもですよ。かなり澄んだ目をしてますね。音って何？音ですか？うん。ああ、すまん。シャバにいた頃は音楽家の端くれだったものでね。外のことシャバって言い始めたら本当にもう捕まってる人って感じがするからやめてください。お前さんの目はあいつに通じるものがあるな。去年にここへ入国してきた男。何？カードのありかが分かったとか言っておった。大丈夫ですか？カード？カード？懲罰棒に地図を隠したとかなんとか。めっちゃ重要なこと言ってるこの人。結局監視と反りが合わず向かいの独房で死んじまったんだ。最後の方は壁に爪を立てブツブツ何かをつぶやい。大丈夫ですか？大丈夫ですか？さすがに心配になるよ。持病でな。すぐやむ。いやもうこれ演技だって分かっててもすごい心配になる声だわこれ。やっぱ声優さんすげえ。ごほごほうるせえ豚がいるな。あ、いやちゃん、俺へのラブコールか。何すんの？おい、やめてくれよ。まずい、さっきの監視が来た。この人が危ない。ヒーローチョイス。監視が老人に絡もうとしてる。監視を睨む、咳をする。咳は別の場所から聞こえたという。どうなんだろう。この場合だったら咳をして僕がしたんですって言うしかないか。咳が止まらないな。下手な演技うま。やっちまったな、小豚ちゃん。僕が身代わりになるってか。俺はな、そういうやつがこの世で一番嫌いなんだ。弱えくせにヒーロー気取るウジ虫野郎がよ。とことん腐っとる。うわっ、監視の旦那、やめ。あなたが標的になる。お前、聞こえてねえのか。その耳はカッコつけマンは嫌いだって言ってんのにな。完全にいじめっ子のもうなんかその心境というか作りしてるよね、頭が。決めた、てめえは懲罰貿易だ。おら、立ちな。あ、ちょうどいい。地図を取りに行こう。懲罰貿易。待ってくれ。ごめんよ、おじいちゃん。いいか、
一日でも長く生きたければ看守に逆らうんじゃない。ただただ従え。ふう、ぶ先人の言葉はありがたいな。よく覚えておくんだぜ。寿命が伸びるかもしれないからさ。爪の先っちょほどだけどな。はい。はーい。父さん。おい、ルーク。いつまで寝てるんだ、寝ぼすけ。父さん。俺もう出るぞ。ちゃんと起きて学校行けよ。あったかい記憶だ。そうだ。起きろ、ルーク。あ、クリスマスケーキは俺が買って帰るからな。ダブらせないように。ああ、12月25日だ。ってことは、起きろ、父さんを止めるんだ。そうだよね、亡くなった日だ。今日は仕事に行かせちゃいけない。でなきゃもう二度と。行ってくるよ、ルーク。もう二度と。父さん。えっ、なんだこの痛み。うわっ。あ、そうだ、そうだった。今は夜か、それとも昼。この部屋じゃ全然わからない。ここに来てからもう何日になる。一日一回あの部屋に行っているとして、いつか、いや、もっとか。痛い。体を動かしちゃダメだ。こぶたちゃん、こぶたちゃん、そのかわいいお爪が邪魔なのだから、切ってしまいましょう。こうやって体に恐怖を染み付けていくんだ。はーい、こぶたちゃん、今日も遊びの時間だよ。立ちましょうね。ん？なあ、なんか今ビリッつったよな。ああ、なんだよ、こんなとこに落ちてたのか。俺の大事な大事な地図。あら、え、これさ、一年も前から行方不明になっててさ、囚人に盗まれたのかと思ってた。げっ、あ、見つけてたのに今取られちゃったんか。てか何これ、何の地図これ。さあ、プレイルームへ行こうか。今日はどんな遊びかな。また楽しいといいな、な。いや、もう見てらんないよこれ。早くなんかいい方向に転んでくれ。ちんたら歩くな、スキップスキップ。あいつまたプレイルームだ。懲罰房のことでしょ多分。もういっそ死にてえだろうな。終わりのない絶望ってやつか。みんなお前を憐れんでやがる。
きたくない。そうかい。なら今日はやめてやってもいいぜ。他の囚人に交代してもらえよな。他の囚人を身代わりに頼む。誰か点点点。自分が行く。自分が行くしかないよ。だって正義のヒーローなんだから。いい、僕が行く。学校つけマンは健在ですか。なあ、おい、誰かいないのか。このバカと変わってやろうってやつは。いるわけないじゃん。かわいそうな小豚ちゃん。てめえはジジイをかばったのに、誰もてめえをかばってくれない。結局みんな自分の身がかわいいのさ。それがてめえら豚の本性だ。ヒーロー気取ったこと、せいぜい後悔しな。まあ、手遅れだがな。あの目のどこに後悔がある。どこに絶望がある。ああいう男は心の中に楽器を持っている。どれだけ外音が汚れていても己の音楽を奏でられる。楽器そのものが壊れてしまわぬ限りは。かっこいいけど怖いこと言う。うわっ、うわ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 。果てなかつ果てない日、刑務所内プレイルーム。さーて、遊ぶ前にいつもの儀式をしようか。エリントン港231の貨物船襲撃事件、共犯の情報を吐いてもらうぜ。あ、やっぱりそれなんだ。っていうか目的は、なんだかんだちゃんと監視の仕事をしてんだね。てめえの相棒はどこに行ったんだ。知らない。そもそも僕は襲撃なんて。ストップ、ストップ。たく、強情な小豚だぜ。てめえに仲間がいたことは分かってんだよ。吐いて楽になれ。おれ、うわっ。本当に知らない。とか、とり、ああ、なんだって。聞こえねえって。な、一人だ。僕はずっと一人きりだった。誰ともつながってない。へえ、寂しいやつだな。アーロン助けに来てくれ。ああ、めんどくせえな。もう殺しちまおうかな。どうせ何も喋らねえんだろ。ちなみに上からはもうてめえを消していいってお許しが出てる。警察の連中はルーク・ウィリアムスなんて警官は知らねえんだってよ。じゃあもう完全に繋がってるじゃん。小豚ちゃん、見事切られたね。お前相当ヤバいもんに触れちまったんだよ。かわいそうに。なんでこんなことになったんだ。道を間違えたのか。僕は道を間違えた。誰に聞いてんねん。監禁事件に関わらなければ、アーロンと一緒に逃げていれば、いや、正しいことをしたはずだ。いや、僕は自分
分が正しいと思うことをした。たとえ時間が巻き戻っても同じようにアラノさんを助けに行くはずだ。うん、後悔なんてないんだ。でもまあそこでホテルの一室に残ったのはちょっとなんかアマちゃんだった気もするけどね。じゃあ一体どうすればよかったんだろう。なあ、死ぬ前にいいもん見せてやる。これわかる？なあ、もう見えねえか。フラフラだもんな。え、なにこれ。てめえの面倒を見たご褒美、豪華絢爛ツアーの航空宿泊券よ。行き先はあの三神楽島だぜ。ずっと憧れてたんだ。ん？三神楽島ってなんかで聞いたな。あれか、あの歌姫スイちゃんのとこだっけ。憧れて憧れて、この地図を毎日眺め倒してた。もうなくさねえように壁にでも貼っとくか。あら、貼ってくれた。これでよし。なんか人の横顔みたいになってるね、あの左の大陸。俺は明日から三神楽島へバカンス。てめえは今から地獄へバカンス。嬉しいな、な。三神楽島、最近どこかで聞いたな。ああ、エリントン校のショーだ。三神楽島の歌姫。やっぱそうだ。あ、意識が。最後のチャンスをやるよ。共犯者は今どこにいる？どうもそいつはとんでもない悪らしいじゃねえか。売り渡しても罰は当たらないさ。あ、もう怪盗ビーストってとこまでもうバレてんだ。いや、白状することこそ正義、警察官として当然の行いだ。お前がアラナを助けに来たのは殺として当然だからじゃない。単にバカがつくほどのお人よしだからだろ。ならきっちり貸しにしとけ。ヒーローにタダで救われるほどシャクなことはねえ。悪党をかばって死ぬなんてバカらしいぜ。ここで吐けば生かしてやる。なあ、やつはどこに行ったんだ。アーロンがどこに行ったか知らない。言っても僕は死ぬんだろ。姉を病院に連れてった。知らん、俺は知らん。何度も言ってる、僕は知らない。ダメだこりゃ。最後のチャンスをあっさりドブに捨てやがった。いいだろう。それじゃあお前の人生最後のイベントだ。処刑用のダーツボード、ずっと前から愛用してるんだぜ。うわ、マジで悪趣味。電気椅子、毒薬、首吊り、処刑方法はよりどりみどりだ。首吊りのマークどれ。さて、何が出るかな、何が出るかな。と、そらてめえの運命は決まった。警棒による撲殺刑だ。くさつれな、僕はここで終わるのか。ああ、ジジイかばって、相棒かばって、結果俺の警棒であの世行き。てめえのヒーロー気取りもここまで来りゃ見上げたもんだ。ヒーロー、そうだ、僕は困っている人を助けるヒーローになる。父さんとの約束を果たすまで、夢を叶えるまで、
取れるわけにはいかないんだ。たとえ…お別れだな、小豚ちゃん。たとえあの時に終わっていたはずの命だとしても、景気よく勝ち割ってやるよ。うわあの時あ、え、レイテ、死ぬほど嫌いだ。はい。ヒーローは死なねえとか吠えてたくせに、大嘘じゃねえか。てか鍵爪でここまで来たの？いや、まだ死んでない。やっちねえ、オーモン。豚は黙ってろ。信じらんねえ。こんな雑魚にいたぶられてよく死ねるな、お前。あの、だから死んでない。アーロン、なんだよ。突然現れたアーロンに助か、僕は夢でも見てるのか、無事だったんだな。ねえ、どうしようかな。まあ、でもまずは安否、大丈夫でよかった。無事だったんだ。だってここにいるってことはアラナさんちゃんと届けられたんだもんね。当たり前だ。てめえと一緒にすんじゃねえ。人を心配する前にそのボロクソ雑巾みてえななりをどうにかしろ。ボロクソ雑巾か。そう、余計じゃない？アラ、どうしてここに？決まってんだろうが。盗みに来たんだよ。盗むというと？盗みに来たって、宝を、僕を、僕の心を。あいつは大変なものを盗んでいきました。え、あなたの心です。盗みに来たって、まさか僕の心を？刑事さんたら。あ、お仏を見る目だ。やっぱこいつの教育がゴミ以下だったらしいな。うわっ、あ、抱えてたのジェイソン警部かよ。ジェイソン警部、なぜここまで？いいか、俺が盗みに来たのはディスカードの情報だ。はいはいはい。お前と別れてアラナや祖国のガキを安全な場所に移した後、こいつを締めに行ったんだよ。こいつからは特に悪臭がしてたからな。さらっと言ったけど、めちゃ普通に警察上層部の方ですよね。ちょっと脅しただけでこの場所を吐きやがったぜ。やっぱ保身は誰でも一番に考えてしまうんだな。ドギー、お前の拷問を命じてたのはこいつだ。な、だろうな。警部が、なぜ？ほら言え、自分はディスカードとつながった粗大ゴミだってな。説明してください、警部。警部！黙れ。お前が余計なことをするからだ。船を襲ったのが部下のお前だとバレてみよう。私がディスカードに消されるじゃないか。だが共犯の怪盗ビーストの情報が手に入れば、奴らと取引ができるかもしれん。そのために僕を拷問したと？
とっとと吐けばいいものを。ひまいましい。お前は自分がどれほど迷惑なことをしでかしたか分かっておらんのだ。親が親なら子も子だな、この疫病神め。親が親なら。ジェイソン警部、あなたは父さんの死についても何か知っているんですか。父さん、僕は父さんの死にも国家警察が関わっていたのではないかと疑っています。あの日の父さんの姿を思い出したから。鍵はあの日の父さんの姿だ。命日、出会った日、葬儀の日。葬儀の日ですね。10年前の葬儀の日、父さんの首に慣れないものがありました。ネズミの形をしたアザです。アーロンは見たもんね。知っていることがあるなら教えてください。父さんは本当に暴漢に殺されたんですか。それともあなたたちは嘘を。ドギー、お前さっきまでだんまりを貫いて死にかけてたが、あれは道理だな。口を割らない奴に用はねえんだからよ。待て、ウィリアムズ、お前の父を殺したのは私たちではない。ってことは誰かが殺してるやん。あいつはディスカードの秘密を知ったんだ。だから始末された。やっぱりだから危うく同じ末路をたどろうとしていたわけだ。私たちはただそれを暴漢の仕業に見せかけただけだ。つまり隠蔽したってことじゃん。じゃあ父さんの命を奪ったのは暴漢、国家警察、いやディスカード。父さんとアラナさんの首の技、やっぱり同じ組織のせいでできたものだったんだ。ディスカード。警部、父が知ったディスカードの秘密というのは何だったんですか。それは私も知らない。知れば私もまた始末されるだろう。そうか、生きてるってことは知らないってことの証明か。とぼけんじゃねえ。やめさせろ、ウィリアムズ。アーロン止める。腕の一本や二本、くそ、腕の一本や二本生きて。まあでもここはアーロン止めよう。これはしょうがないけど、まあやっぱりここで殺したら同じになってしまうよ。アーロン、正気かてめえは。ああ、それじゃここの監視と同じになる。そうだ、ウィリアムズ、この暴漢を拘束しろ。調子に乗るな。はい。やめろ。分かった、分かったから。ディスカードの本拠は北半球にあるらしいと聞いた。私が知るのはそれくらいだ。北半球。北半球だ。どんだけ広いと思ってやがる。おちょくってんのかてめえ。確かに北半球にあるらしいなんて噂の流し方せんくない。違う、知らないんだ。本当にこれ以上は知らない。そもそも国家警察の中にもディスカードの実態を知る者などいない。金や犯罪でつながってるだけだ。ここまでたのか。うん、父さんが命を預けた警察はここまで腐っていたのか。勘違いするなよ、ウィリアムス。お前も同じ穴のムジナだ。どういう意味ですか。
警察も私も腐っている。ならばお前こそがそれを正せるヒーローか。つくづく愚かな男だ。どういうこと？お前が今までヒーローごっこをできたのはなぜだ？その腐った警察の一員だったからだ。だが監視から聞いただろう、お前はもはや警官ではない。経歴も存在も抹消済みだ。さあこれからどうやってヒーローごっこを続ける？あなたを告発する。警察内部の腐敗を暴き、また警官として。甘い。誰がお前に協力するものか。今やお前はただの凶悪犯だ。警察手帳も拳銃もない。そんな奴の言葉を誰が信じる。そうだ、お父さんのあの片身の拳銃は取られたよね、絶対。それにお前が行動を起こせば第2、第3の私がお前を止める。そんな魔王みてえな。そしていつかお前は死ぬんだ、親父のようにな。お前の親父も何もできなかった。何もなせずに殺されたんだ。違う、父さんこそヒーローだった。ほう、ではそのヒーローがかっこよく死んで何か変わったかね。警察は腐ったまま、世界も物騒なまま、ただの殺され損ではないか。違う。所詮ヒーローなど幻想に過ぎんということだ。幻想に取りつかれてお前の親父は人生を無駄にした。哀れだとは思っているよ。違う。息子のお前まで同じ鉄を踏むとはな、因果なものだ。ルークがこうやって立派に育ってここにいる時点で彼のヒーローは偽物じゃなかったよ。わかるだろう。お前はもうどこにも行けない、誰も救えない。ここで誰にも知られず死ぬか、我らやディスカードの影に怯えながら一生日陰で生きるか、どちらにせよ無駄な人生だ。ヒーローなどというまやかしを負ったのが間違いだったな。まやかしじゃない、ヒーローに救われた命で今ここに立ってるんだよ、ルークは。なんで声が出ないんだろう。父さんが信じた生き方、信じた警察、信じた夢、全部が幻想だって。そんなはずない。だってもしそうなら父さんの人生は何だったんだ。ヒーローがまやかしなら僕の人生にどんな意味があるんだ。つながってないのか。